はい、お疲れ様です。萩さんでございます。ただいまですね、大宮駅に来ております。今日はね、12月の31日、今日この大宮駅からですね、1時47分にですね、初日の出号っていうのって銚子に行く電車があるんですよ。それなんでね、今からまあ随分早い時間なんですけど、氷川神社に行って初詣してですね、それで大宮駅に乗って、この1時40何分の電車に乗っていこうかなと思っております。このね、初日の出号1時46分発大宮銚子駅っていうのがありましてですね、これで行こうかと思うんですけど、初詣、この大宮って言ったら大宮氷川様がありますので、ここから歩いて15分ぐらいなんですが、例年すごい人だかりってところがございますので、ちょっとそれで何分に帰ってこれるのか正直わからないんですけど、まだ2時間前もまだの時間なんですが、これからちょっとね、行ってみようかなと思います。並んでそれで初詣して、急いで大宮駅に戻ってきて、この電車で飛び乗る、で初日の出を見に行くっていう、そういう塩梅で考えておりますので、じゃあちゃんとできるか ご期待でございます。まだね、10時過ぎなんですけど、結構お参りしてる方がいらっしゃいますね。なんか確実に行くとしたら、この時間に行くのがいいんでしょうか。初詣というか、なんというか、まだ空いてる感じに行くのは性に合ってるかもしれません。もうね、敵屋さんがね、かなり並んでおりましたよ。なんかいわゆるお祭りの感じ、色濃く出してますね。いやー、まだこのね、城がそんなにいらっしゃらない感じの氷川神社、いいですね。おみくじもやってる方もいらっしゃいますし、いや素晴らしい。どうせね、人がいっぱいいるとね、何にも取れないというのがありますのでね、この時間に来てゆっくり見るのも風流ですね。なかなか夜の神社って、ね、来ないですからね。本当はね、1月1日12時三原からって行くっていうのがいいかもしれないですけど、あ、これは綺麗だ。あ、なるほど。もうここだとね、8日まで長寿はやらない感じなんですね。これは、これはいいですね。あ、書き初めが奉納されてますよ。もう参っちゃってもいいかな。萩さん、回っちゃいましょうね。下手にね、もし間に合わないっていう、間に合わなくないと思うんですけどね、リスクをね、取りたがっちゃうんですよね。かなりのね、早い時間なんですけど、でも皆さんな、ぽつりぽつりと人もいらっしゃって、逆にね、今年1年新たねっていうか、しっかり無事に過ごせたっていうことを神様にお祈りしようじゃありませんか。じゃあちょっと参拝してきます。祈る気持ちは同じですからね。いや、最高だ。人が少ない初詣でということにしましょう。ハリさんの旅では、間に合わないって、元旦から走りたくないっていうのも一番かと思いますので、ね、それを避けて、初詣の雰囲気はかなり味わっておりますので、じゃあね、このまま参道をとぼとぼと歩きましょうか。いろいろね、心躍る食べ物屋さんがいっぱいありますよ。もうやはりコロナも終わって、こんな感じで皆さんどこの神社も今まで通りの形に過ごしてきてるんじゃないでしょうか。では行ってみましょう。宗像神社の方来ましたね。なんか
幻想的ですね。こちらは稲荷神社ですね。いいですね。うん、この萩さんね、正月の雰囲気が大好きなんですよ。はい、じゃあ明けましておめでとうございます。もう12時半になって終電も全部終わっている状態なんですけど、1月、ね、1日だけ都内の方に行く最強線、京浜特線が動いてみたいなんですよね。ですけどね、今12時半ですが、1時47分の方に電車が来ますので、それに乗ってみたいなと思いますよ。この時間に入れるっていうのはかなり特殊なことだとは思いますが、楽しみにしてます。結構そういう乗られる方がのファンみたいな人が多いみたいなんで、ちょっとね、私も買い物しながら中行きましょう。よし、じゃあ中入りますか。すごいね、こうなってんだ。この時間の中入れないですよ。へえ、不思議な。普段だったらこの時間ね、行けないですからね。どっか座るところがあればいいんですけど、まだね、小1時間ぐらいあるんでね。行けるところが限られてます。不思議な感じですね。まあ、萩さんは別にその鉄道に詳しいわけではないので、でも、ね、この初とね、もともと犬吠埼に行きたかったっていうのはあるんですが、車でもね考えたんですよ。まあ、車何度か行った時あるんですが、とにかくね渋滞がすごくてですね、ちょっと大変だなっていう。朝早いし寒いし疲れるしみたいな感じだったんで、それだったらある程度のところで電車ね、一人なんでね、一人とことこっと行ってみたらどうかなっていうときに調べた時にありましたよ。で、運よくキャンセル待ちで取れたんですよ、大宮から。そうじゃなければなんか秋葉原からこの初日の出号に乗るような感じだったんですけど、萩さんとしましてはね、大宮から乗る方がすごく都合がいいし、ぐっすりもしあったら寝られるのかななんて思いましたのでね、すごいね、もう朝の準備になってるんですね、始発の。へえ、不思議な感じ。静かな大宮駅、12時半、普段じゃいることもできない場所ですよ。すごい電光掲示板がなってますね。なんかね、初め故障だって言ってまして、出ないって言ったんですけどね。すごいな、なんか古めかしい電車が来ましたね。これいつの電車ですかこれは。本当にすごいな。おー、昔の電車って感じがしますよ。すげー、すげえな、なんだか。ここですね、到着しました。皆さん写真を撮られてなかなか中に入ってこないですけど、すごい古めかしい電車ですね。なるほど、なんか非常にね、子供の時に乗ったようなイメージがあるような電車ですね、これは。
すごいな、トイレあるんでしょうか、まあ、あるでしょうね特急だからね。よかった、コンセントなんか絶対ない電車ですよ。いや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 、あのまあ一般の人なんでね、萩さんのあのそんなあれですよ、感想ですよ。皆さんあの行き先の標準ぐるぐる回ってんの映してますね。うん、すげえ一般人なんでねよくわかりませんけどすごいな、鉄道博物館とかにあるような電車ですね。飲み物後でいただきましょうね。不思議な感じですね。錦糸町駅より係員が車内を巡回し、 IC カード残額でのお支払い限定で銚子電鉄1日乗車券小回り手形を発売いたします。この列車が銚子駅に到着いたしますと、銚子電鉄の改札口が乗車券をお買い求めいただくお客様で大変混雑いたしますので、ぜひご利用ください。またお客様ご自身のスマートフォンにてお買い求めいただけるお小回り手形より100円お得な銚子電鉄電子チケット、米価の操作方法も合わせて係員よりご案内いたします。米価をお買い求めいただいたお客様には購入特典としてちょっぴりプレゼントもお渡しいたしますので、ぜひこの機会に米価もお買い求めください。現在の遅れのままで参りますと、終点の銚子駅4時55分頃の到着を予定しております。今後の運転状況によりましては、到着時刻前後する場合ございますので、あらかじめご了承ください。本日はご利用くださいましてありがとうございます。まもなく裏間に停車いたします。右側の扉が開きます。結構止まるんですね、知らなかった。結構ノンストップと思ったら、へえ、可愛い音楽が流れてますよ。いや、乗ってきましたよ。皆さん、大物を取られてますね。700円で買いましたね。うん、周遊のチケットすごいね。うん、ね、前萩さんあのチャリンコで銚子電鉄の周りを走りましたけど、結局乗るのは初めてになりましたね。うん、わあすごいな。チケットだけはしっかり持ってないとね。はい、じゃあね、君ヶ浜の駅に着きました。あの犬吠のねところから行こうとは思ったんですけど、
景色見るんだったらここ真っ暗ですけどね、真っ暗でどうしたらもうかなっていう形なんで、ナレーションでお願いいたします。灯台のね、浜から見るところがちょっと見たかったっていうのがありますので、犬吠まで行かずに、犬吠だと結構狭いんですよね、犬吠崎はね。それなんでね、浜から見ようかと思いました。帰りは逆に行ったら犬吠まで行くのがいいんでしょう。あ、もう少し色周りが変わってますよ。日の出の時刻のね、1時間ぐらい前ですね、灯台が見えます。もう車で来てる方は大渋滞で、車が全く動いてないです。銚子電鉄は乗った時に北海道売ってましたよ、1個90円で、貼りやすさ貼らないやつどうですかなんて言われて。今君ヶ浜に来てますね。これが犬吠埼灯台、白いのが見えます。とても綺麗です。こんな感じでね、灯台がライトアップされてぼんやり見えてますよ。綺麗だね。こんな感じでね、皆様等間隔に開けて海を皆さん眺めてますよ。ハイさんも行きましょうか。これは綺麗だ、素晴らしい。素晴らしいっすよ、初日の出と。ちょうど雲の上から上がったんで、本当に初日の出って感じですね。これは綺麗ですね。いやいやいや、素晴らしいね。いや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 、ハイさんの中ではなかなかないんじゃないですかね、結構こんな形で綺麗になったのは。ああ素晴らしいね。皆さん思い思いに初日の出を楽しんでおりますよ。ああ素晴らしい。ちょっとじゃね、灯台の方に行きますかね。どうなんだろう。先ほど銚子電鉄の方はね、帰りは犬吠から乗ってくださいなんて言ってたんで、そっちの方に人が溢れるんじゃないかとは思うんですが、そこでね、買った北海道はとても役に立ってますよ。暖かい。いやこれは綺麗だ。ああ綺麗だ。ああ綺麗だ。いいね。犬吠埼のところのまで来ましたね。人が多いねやっぱり。いや灯台が綺麗だ。素晴らしいね。前も来ましたけどね、前はねコロナだったから中入れないんですけど、今日はさすがにね上までは登れないと思います。確かに登れないね。いやすごいや。思い思いに楽しんでますよ。おっとこの地形のねダイナミックさが素晴らしいですよね、本当に。
美容岩とかね、こっちか、そうですからね、ジオパーク自転車で回った時もよく行きましたね。この頃ね、階段この辺ぐるっと回ってこういう感じで一周自転車で回ったんですけど、いや綺麗だな、都内。じゃあね、駅までなかなかあるんですけど、とことん歩いて帰りましょうか。じゃあ、4年生はやらないことになるかと思うんですけどね、まあ、やっぱ早く来てる人はしっかり初日の出見てる感じだったんですけど、結構もう遅く来てる方はね、駐車場には入れない形でずっと並んでるような状況でした。いや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 、こればっかりはね、しょうがないですよね、早くないとね。さて、ここからまた15分ぐらい歩いて犬吠の駅にたどり着くかと思いますので、じゃあそこまで行きましょう。はい、じゃあね、銚子駅に着きました。あ、次はね、成田山の行こうかなと思うんですけど、40分ばかしね、待ってる時間があるんですよ、結構皆さん同じような動きを取るかと思うんですけど、こう以前ね、来た時自転車の、自転車に力を入れてるっていうので、有望先もね、かなり自転車で来られてる方多かったですね、ここまで来て自転車に乗り換えてっていう動きを取られてましたよ。確かにね、そんな距離は離れてないので、軽く行くのには持ってこいなとこだとは思います。ね、さっきもこんな感じでしたよ、なんかイベントやってるみたいですね。銚子電鉄開業100周年だって。いい鉄子ってよくわかんないな、こういうようなのでやってみますね。よくわからないですけど、私は、この駅舎はね、醤油工場みたいな形でいいんですよね。すごいな、これは銚子の海の写真ですよ。すごいね、波荒かったですね。はいはい、じゃあね、かれこれ1時間ちょい電車の中で揺られて成田まで来ましたよ。これから成田山新勝利に、ね、行こうかなと思います。1回だけ行った時あるんですけどね、車で行ったんですけど、電車で行ったのは初めてですね。来たのは初めてですね。参道はね、車だと通らないんですよ。裏から入ってくるような感じなんでね、やっぱ表玄関からね行くっていうのはすごく楽しみですね。うなぎは食べたいけどちょっと高いかな、じゃあね、強力なパワースポットで初詣したいなと思います。いや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 、参ってきましたね。相当な人ですよ、やっぱり、これからどんどん増えていくんじゃないですかね。そう、あっちの出世稲荷の方から車だと行ってた感じがしますね、さて、また参道をとうとう歩いて駅の方に向かいましょうか。行ってきます。はい、じゃあね、今度はね、明治神宮に来ましたね。成田から明治神宮まで、まあのんびり途中でご飯食べたりとかね、アビコで唐揚げのそばを食べたりとかね、してのんびりしてきたんですけど、やっぱりね、ここ来なきゃっていう気持ちになりましたんでね、
何年ぶりだろう、明治神宮は。去年は来てないんで、その前は来てないな、3年ぶりぐらいですかね。やっぱりね、あの都会の中ですけど、この計画立てられた森の作り、それとともにね、都会の喧騒を忘れるような鎮守の森みたいな形を、もう明治のね、明治最低がなくなってからの国家作りっていうところ、ね、100年後の境内を目指してって形でやったとこですからね、まあそれも日本一に参拝者があるとこですよ。素晴らしい。じゃあまたとことも行きましょうか。外国の方も多いね、やっぱりね、いつ来てもいいや。12時過ぎた時なんかすごい行列になると思うんですけど、この今も3時ぐらいなんですけどね、それでも結構人がいらっしゃいますよ。もうずいぶん前なんですけどね、もう止まってますよ。すごい人だ。ここ曲がってこっち側行ってやって橋渡ってゴールですもんね。ずいぶん先まで人がいらっしゃいます。1時間コースだなこれは。お参りしてきました。1時間半ぐらいですかね、参拝するところまで行くのに。やっぱり時間かかりますね。まあいつもと同じぐらいかな。もうちょっと混んでるのかもしれないですけど、前はね夜中とかに来た時からあの時はひどかったですね。もっと寒いし、だけどまあまあ初詣は特別ですからね、普段の時もちょろっと来たってもちろんいいと思いますけど、いやでも大そかな気分になりますよ。素晴らしい。この時はもうすでに地震が起きてた時間になります。よって今回の旅はこれで終わりにいたします。ご視聴ありがとうございました。